フライボでフライボです。音楽ユニットです。音楽ユニットです。じゃあイニシャルコース初期投資の話をしまして、まず予算が5万円だと仮定しました。これからギターを始める、ベースを始めるって人にちょっとこう、うん、アドバイス的な、人によっては50万かもしれませんが、うん、まあ、そこはそしたら50万あったらあれだよ、45万ギターに使っていいっすわ。45万、7割だわ、35万ぐらい。でも5万あればそこそこのアンプ買える、買えるね。あ、まあそれぞれ読み替えて置き換えて、まあ、うん、あんまりね、最初に何十万も使う人も、うん、いないと思う、人も少数派とは思うので、まあ、現実的なのは5万から10万ぐらいじゃないですか、うんうん、そんな人がうちらのを見て参考にするかどうか分かんない。そう、そういうことですね。まあまあまあ、まあ、そんな、まあ、うん、そんなね、50万使いならね、うん、あのパソコン買おう。あ、そうそうね、うん、ダウはいるよ、うん、まあそれで5万として、うん、まあギターの場合は6、7割、うん、ぐらいを予算、あの目安としてギター本体を買って、ね、うん、この場合は、まあ、8割ぐらい、5万だったら4万ぐらいで頑張りましょうと、うん、5万だったらね、実際はあると思うよ、10万の場合もあると思うし、3万の人もいるし、うん、できる範囲で始めるとしたら、それで、まあ、ちょっと探しましょうと。なんじゃ、なんで、6、7割、8割かというと、ミニアンプを、ちっちゃいアンプを1個買おうじゃないかと。で、ギターはちょっとエフェクター1個だけ買っとこうと、うん、要はディストーション系、オーバードライブ、うん、要は歪み系のエフェクター1個買っときましょうと、うんうん、ベースに関しては、まあ、ミニアンプ買える、まあ、買った方がいい、買えるんであれば買った方がいいし、あのジャックに挿すだけのね、うん、であれば、確か4、5000だったと思うんで、ただシールドもいらないし、うんうん、あとそのストラップを肩紐を変えましょうと。それでまあベースの場合は1万ぐらいいくと思うんで、うん、まあそれで5万いないかなと。初心者セットっつうのもあるけどね。そうそうそう、そう、ね、うん、今もある、まあ、それで RR、うん、アンプとチューナーとギターと、あとチューナーも買いましょうね。あ、そう、チューナーね、チューナー出て、あのクリップ式で2000円ぐらい、2000円ぐらい探して、うん、いろいろありますよ、あの、うん、アンプとギターの間につなぐやつとか、うん、あとあの音差とかも、うん、俺ギター始めて2年ぐらいが音差だった。とりあえずぶっちゃけて言うとサウンドハウスが一番安いですもうサウンドハウスのより安い値段はそうそうないので、うんうん、時間だってこそだからね、うん、あのそれを考えるとサウンドハウスで楽器屋さんに行くあの電車代と時間代考えたら意外とサウンドハウスの方が安かったりする、ね、うん、楽器屋さんに探し電車賃をかけて行って帰りに喫茶店でコーヒー飲んだらオーバーしますから、うん、そう、家で1000円ぐらいいっちゃいますから、家でインスタントコーヒー入れればねその方がいいと思うんですよ、うんうん、今通販とかはもうメジャーなんで、あんまり敬遠することもないかな、うん、あのやっぱりでもギター本体とかサウン本体は本当はそうね、うん、触らないで買うっていうのはね、博打ですよ、うん、ちょっと怖いとこあるんだけど、色味とかもあの印刷とかホームページで見るのと違うんで、うん、で本体に関してはまあ可能であれば楽器屋さんに直接足を運んで、うん、いいのでまあ予算、楽器屋さんに予算伝えて、うん、今回でなかろうかと。どうしてもない場合はサンドハウスの、うん、プレイテックがおすすめです。プレイテックおすすめです。おすすめです。安い割には、うん、安い割にはって言ってましたけど、うん、お値段以上です。お値段以上まさに、うん、バカにできないやつですよ。うん、いやまあ買ったとしますよ。うん、買った後はね、それぞれ初めて買ったギターのまま武道館に行く人は想像いないと思う、武道館の選手者はいないと思うんで、まあ買い替えるわね、うん、買い替えますよ、買い替えていくと思いますよ、うん、まあじゃあその前に、うん、で実際買ったとしたらランニングコストっていうのがありますよ、うん、月々かかるようなお金です。ああ、はいはい、それも一応ちょろっと、うん、維持費みたいなことな、ああ維持費ですな、うん、ちょっと一応言っとかないと、うん、隠し事をしているみたいになってしまうちょっと気分が悪いよね。まあぶっちゃけというと弦だね、まあ、うんうん、弦、あ電気代とか今抜いています、うん、弦、うん、弦、ギターの弦は今いくらぐらいだい。そう、あの前回もちょっと補足したけど、うん、その
ギターの弦もまあまあピン切りっつってもキリンのピ切りが上ピンが上まあいやまあそんなにね条件はそんなにねないんですよ弦に関しては。なんか俺の見てた1セット10万とかそんなのねえんで俺のイメージだと大体1000円ぐらい出せばいいの買えるイメージ、ね、そう大体いわゆるこの錆びづらい弦に関しては大体どの芸術と太さが買っても大体1000円から1200円ぐらいですよ。あエリクサそんな安いの？エリクサそんなもんですよ。もういいなギターそうで俺ライブとかではこれ使わないんです、うん、弦変えるんだけど、うん、それがねアーニボールってメーカーのやつなんですけど、うん、これがね1046でね、うん、安いとこだと600円ぐらいあるのかな。アーニボールはコスパ高いよね、うん、値段お安い方だと思いますよ、うん、お値段以上かな。俺も今ベースの弦アーニボールに落ち着きつつあります。そうアーニボールはね個体差が俺少ないような気がするの個人的な感想だけど。大差ってね弦に同じ例えばあるんですよ同じ弦メーカーから出てるやつなんだけどあれ工場が違うとかそんなレベルなのかな。作った時の機構とかの話なのかな。たまにある前使ってたメーカー、まあ、これ名前出さない方がいいな、うん、出さない方がいいは、なんで4弦死んでんのみたいなのあるのよ。この腹立つのベース弦高いのに1セット個体差がね、うん、意外と少ない気がする。アーニーボール外れを引かない感はあるかもしれない。お、うん、安定してした製品が供給されてる気はします、うん、統計取ってないからわかんないけど、うんうん、そのね安定感もねまたね弦をチョイスするのにねあるまあでも1000円ぐらい、まあ、練習の時はこのねやっぱコストパフこれ1回弦貼ると本当に長持ちするからってことでしょ、うん使い方にもよるけど、うん、1日1時間ちょこっと弾いてますぐらいだったら1ヶ月はもう全然楽勝で持つんで。ベース弦はねもう長持ちさせようと思えば一応持つんですよ、うん、張り立てをこの意地でも張り立てがいいですっていうわけじゃないんでね、うん、でもちょい高いっす、うん、5弦だと3500円ぐらいかな。 CD フルの CD1 枚買えますな。今 CD に例えてどれだけの人が分かるのか分からないけど、うん、まあ3500円 で俺の場合は長くても2ヶ月ライブ入ったらもう1ヶ月で買えるけど今1ヶ月4弦で4弦でいくらぐらい。4弦だとね4弦不思議 1本増えるだけでさ、うん、急に安くなるじゃんなんか4弦だと同じあれだと2000円ぐらいとかだったりするよ。2500円とか。じゃあ1弦から4弦が500円ずつで5弦が5弦1000円、うん、まあ俺の場合はスケールがねスーパーロングってちょっと長いんです、うん、からその分ちょっと高いのもあるし4弦だとねイケベオリジナルが800円ぐらいだったかな、うん、1000円ぐらいだったかな。そういうのもあります、うん、意外に評判いいです、うん、安かろう悪かろうではないようです、うん、ないようですっていうのはそのさっき言った通りネックが長い分俺のに貼れないんで貼ったことないんですだから分かんないんだけど、うん、でも最近さ、うん、あれだよねギターあベースの弦をさ、うん、買いだめせずに、うん、この辺の話に戻るけど、うん、買いだめせずになんかちょっと試してる感じがあるじゃない。試してた、うんうん、一時試してたそれ試してアーニーボールに打つ今落ち着いたんだ。あります一番手に入れやすいっていうのも条件の一個に入るし、うん、あと価格的にもコスパ的にも高いというか安いと気に入った弦が全部生産中止になっちゃった。そうこれ買う本当だよ買うたび店からなくなりやんの何それさ一番気に入った弦はとうとうロングスーパーロングに貼れないっていう。ああだから弦ね自分の弦はこれだっていうのが決まるまでは、うん、本当面倒でも、うん、1セットずつ、うん、で合わないって言って変えるのもったいないじゃない、うん、合わないってもまあ弾いて練習じゃなるんで意外に最初に合わないと思ってもね、うん、寿命が長いみたいなメリットもある場合もあるって。そう、うんこまめにね、なんかいろんなメーカーとかいろんな太さとか買ってみて、うん、試して、あ、これだと思ったらまとめ買いしてもいいかもしれない。そうね、まとめ買いもダメよ、100セットとかダメになっちゃうんで、うん、
まあ3セットぐらいギターだと。そうね、あの、うん、すげえ人だともう毎日買えるみたいな人もいるから、うん、それなら100セット買ってもいいけど。だからこの長持ちする弦でだいたい長ければ2ヶ月は持つんで、うん、で俺は本番の時は違う弦を本番の2、3日前に張り替えて弦をなじませると、うん、でその弦はねもう錆びやすいんで、うん、もう1週間ぐらいでもう音抜けなくなってくるんで、うん、もう変えるって感じ。だからコスト的にはまず弦がそれぐらい、うん、とあとピックがやっぱこれ消耗品なんで、うん、どれぐらい使うんだろう、あんまり気にしたことないけど、まあどこまで使うかは人それぞれなんで、まるんまるになるまで使う人もいるし、あの先っぽちょっと削れただけでもうポイってしちゃう人もいるし、うん、まあでも言ったと先で書いて言った通り、まあ1個、うん、まとめがすれば60円、まあバラで買ってもまあ1枚100円前後と、うん、だこれも最初その自分の見つかるまでは、うん、あの2、3枚ずつ買ってって、うん、あやっぱこれがいいと思ったらこれはまとめ買いしても腐らないんで、うん、100枚でも1000枚でも予算のある限り買っていただければ。むしろ生産中止でなくなることを考えたら、ある程度まとめ買いの方がおすすめだったりもするよ、ね、急に来るからねお知らせ来ないからこのピックあの生産中止になりますとかお知らせ来ないんで、急に店からなくなる、店なくなって聞いたら、あ今な、うん、作ってないんですよ、そうなんですよ、そうなるあるんで、まあまあ財布の中身と相談して多少多めに買っても問題ないです。まあでもあとラーニングコースとしてはそんぐらいだよね、うん、あと細かく言えば電池代とかね、あ電池ね、あとエフェクターとかあのベースだとアクティブサーキットだったら、ここら辺にねあの電池入ってたりするんで、核電池9今いくらぐらい、俺最近買ってないんだけど、いやアルカリの核電池一応ピンキリですよ、100均もあることある、ね、それだと100あたりだね、うんうん、108円だでもコンビニ、万がまかり間違ってコンビニだと400円ぐらいする、うん、ああそう確か高いんだあれ、最近俺コンパクトのエフェクターも使ってねえから全然変わらないんだよね、カメラ村と変わらなくなったんだけど、うん、まあまあそれだな、まあアクティブサーキットの電池日本車ずーっとつなぎっぱで引いてたらすぐなくなるけど、うん、そうでもなければまあ持ちますよ、多分サーキットのね省電力設計みたいなのできたんだと思う、なんか昔より長持ちする、あそう、うん、効率よく使えてるのかなかもしれない、うん、あとワーウィックのだとね、うん、あのメモリが今ついてるんだ、あの電圧計みたいの、あのマックスだと緑で、うん、減ってくると、オレンジに近づくみたいなのが、ね、便利便利でね、 USB 充電できるってワーウィックは、ワーウィックってメーカー、まあ、パシブ充なんだけど、うん、もうゴリゴリのアクティブサーキットっていう音出すメーカーなんで、なんかそういうのついてるらしい、すげえ進化してる、見たことあった、すげえパソコンと USB で繋いでんだ、繋いで充電できんだって、すごいね、だね、面白いよね、でもギターもアクティブになったらね、ここら辺に電池入れるとこがあったりする、うん、まあだからギターどれ、まあ長持ちぐらいは一緒かな、多分そんな変わんないと思うけど、そこまではね、まあ実はその 9V の核電池はちょい高いので、うん、あの量販店で、ちょっと良くて安いのを探すのがおすすめです、うん、俺はもう100均の方が逆にあのいつ切れそうなのかが目安がつきやすくなっちゃったので100均でも俺は問題です。あとなんだ、うん、なんかあったゲンピックまあ、あとはあとクリップチューナーのボタン電池ぐらいじゃない、ああまああれも100均で売ってるから、うん、売ってるからね、そう考えるとあれだね、一度出費投資するとそんなに大きい金額かかんないね、そんなにかかんないと思う、まあ修理はまた別だからあれだけど、そう修リペアっていうのがね、うん、これもあのピックガード作ってもらうときにリペアも一応してもらったんです、うん、とねあのまあ何をリペアっていわゆるあのギタードックみたいな、うん、健康診断ですわ、メンテナンス、そうそうそう、あの人間ドックみたいな、ギタードック用はこうやってネックの、ね、ソーリン見たりとかフレットの削れ具合とか、うん、一応全部見てもらって、うん、したらボリュームポットがちょっとあんま良くないって書いてもらって、うん、これボリュームをね書いてもらって、うん、あとちょこちょこっと向こうさんの、リペア屋さんのアイデアで、うん、こういうところにちょっと板かましてみたりとかちょこ細かいことやってもらったんですよ実は、うん、で大体
今ねフレットがやっぱ一番あれかな、真っ先に気になるのかな、うん、フレットすり合わせで今1万5000円ぐらいかな、安いところで。でもあの最初気にしなくていいですよ。あの、ね、フレットの釣り合わせが必要になるほどまず引いてください。1日8時間引いて5年ぐらいは大丈夫だと思う。うん、あの持ちます、うん、まあ、もちろんいや、まあ、あの買った時点で例えば中古でねある程度ダメージ受けてる場合もあるけども、うん、新品を買って、まあ、材質にもよるんで高いのと安いのだとやっぱ安いのはある程度材質をちょっと避けてることになるんで当たり前だけど、ただ最初のトラブルネックの反りかな、ネックの反りかもしれないね、うん、そう考えると。でもあの今ネットで見れば、うん、挑戦の仕方出てるんで、サウンドハウスにブログあります。サウンドハウスから何ももらってませんけど、うん、困った時はサウンドハウスですよ、うん、いやマジで。でも本当あのプレイテックってギター本当にいいらしいですよ。俺まだ持ってないんだけどちょっと今ベース1本買おうかなと思って。俺もギター1本欲しいなと思う。うん、いいと思う、うん、な感じですよ。だからそんな感じで新しい音楽ライフを楽しんでいただければと、うん、ちょっと時間オーバー しましたが、うん、面白かった、はい、熱持っちゃいました。あのぜひこちら側の楽しさを。すげえ今回立つ喋ってるね。うん、途中でなんかスイッチャーさん面白かったな。ウィズ・ザ・ウィンドウで喋ってる。プロモベタですわ。じゃあまあ、うん、もし、新しく始めるっていう人がいれば参考に、質問あったらそう、あの気軽に送ってください。すぐにお答えいたします。ネタにもなるんでありがたいと思います、うん、ぜひともお待ちしております。よろしく。じゃあそんな感じでまた次回またですね別な話をしましょう。しましょう。ではさよなら。さよなら。